皆さんこんにちは、セスハムチャンネルのセスナです。今日はこのポケカハイクラスパック V スターユニバースを開封していきたいと思います。でこちら1箱と5パックあって、これは別の店舗で買ったのでちょっと分かれて開封していきたいと思います。で本日もあのお姉ちゃんと一緒に開封していきたいと思います。イエーイ。じゃあまずはこの5パックから開けていきたいと思います。セスハムチャンネル、まず1パック目、はい。おお。あ、ソルロック、かわいいね。エレズン、チルット、かわいい、いいね。あ、ルカリオ、キラキラで、おお、ミューが出ました。で、ミラージュゲートグッズ、あ、オリジンパルキアの V が出ましたね。で、ハヤシガメ、レスキューキャリー、あ、キバナさんだ。1パック目はこんな感じです。はい、じゃあ次2パック目、お、レジスチル、ゾロアだ、かわいい、かわいい、あ、かわいい、バケッチャ。なんかこのポケカにあるこの実写みたいなね、すごい好き。昔からあの粘土のやつとかあるけど、いいよね、これ。ガラルサンダー。ガラルサンダー。え？デオキシス。え、すごい、なんかいっぱいついてる。怪力 VMAX。お。で、あ、マナフィーだ。かわいい。いいね、マナフィー。頂への雪道、ダメージポンプ、崩れたスタジアム、ね、おー、すごい。3パック目、はい、あ、チルタリス、翡翠ガーディで、エレブ、おい、あ、ケルディオ出ました。ケルディオ、あ、ガラルフリーザー、お、ブーバー、ブーバー、なんかすごい絵が火吹いてるけど、雪の街になんか見える、雪っぽい、なんかラメも雪っぽいから、なんかすごい寒いとこで火吹いてるみたい。お、ラブトロス、ん、あ、フュージョンエネルギー、これなんだ、エネルギーで、ミカルゲ、ハイパーボール、はい、じゃあ3パックはこんな感じでした。すごい、 VMAX と V、 これは1パックに V、VMAX、V スターいずれ高くて、で、スペシャルアートが盛りだくさんだけど出てないね、スペシャルアート。一応 V が2枚、VMAX が1枚だから、まあこれが多分その1パック確定のやつかな。で、この辺の使ってるのもあってみたいな感じに出ましたね、はい、それではお姉ちゃんの4パック目開けていきたいと思います。お、はい、ブーバー、あ、さっきは光ってたけど、これは普通のノーマルですね。で、うん、エレズン、レジアイス、お、ストリンダー、進化できる。で、ディアンシー、お、ビーダル。ビーダルのアートレアだ。いっぱいいる。かわいい。かわいいね。お、ゼラオラ。SAR。お、すごいじゃん。え、このパックすごいね。AR と SAR 連続できたよ。すごい。すごい。すごいね。うん、グラエナ。ミラージュゲートのノーマルバージョン。お、チェレン。どこかな？おぉ、すごいっすね。いいっすね。すごいっすね。2枚。え、すごいね。じゃあ AR は、この、確定の V、VMAX、V スターとはまた別で入ってるんだ。すごいね。はい、次。じゃあラスト。5パック目。ドン。パンプジン。プジン。で、パラス、
のこち。お、ドダイトス。ドダイトス。え、あ、ガラルファイヤー。あれ？全部出たかな？さっき、サンダーとフリーザー出たもんね。ガラル揃ったぞ。お、ソルロックの AR、かわいい、イルミーゼとバルビート。ミスティがいる人、一緒にいるね。あれ、じゃあ次も後ろ V 確定ってこと？お、ガブリアス V。すごいね。おぉ。ほうほうほう。ことぶき村。あ、かわいい。ヒスイヌメイル。かわいい。で、ロストスイーパー。あー。え、すごい。AR のパックだった。すごいね。セスハムチャンネル。はい、というわけで、5パック開封した結果、こんな感じです。すごいね。V スターの SAR と、怪力 V MAX。で、AR もこの辺出て、あと V が出て、すごいね。やっぱ全部光ってるから、いいね。かっこいいね。個人的にはこのソルロックの AR 好きかも。かわいい。なんか打ち捨てられた化石をなんか二人で助けようとしてるみたいな。かわいい。うん。で、次はワンボックス開封していきたいと思います。